やば。おはようございます。おはようございます。昨日は本当大変だったね。ああ、まあね、まあ、前回の、ね、動画チェックしてない人はね、ちょっと見てみてください。僕ら大変な経験したんで、まあね、昨日のね、お雨が原因でね、実はね、まだデスバレーのナショナルパークはね、半分ぐらいの道が封鎖されてるっていう状況で、ただね、僕ら今日はザイオンっていう国立公園にね、移動していくんで、でね、まあ悪いことが起きた後にはいいことが起きるっていうね、ことわざが日本であって、ちょっとなんていうことわざか忘れちゃったけどそういうことわざがあるから、たか日本人じゃないからね。そう、北朝鮮のスパイらしい。そう、レナの家族に俺は北朝鮮のスパイだと思われてる、未だに。やばいでしょ、全然日本人っぽくないから。ってな感じで今日はね、いいことが起きると思うんで、皆さんおはようございます。おはようございます。皆さん、雨ですよ。雨です。悪いことがあった後にはいいことが来るって言ったの誰ですか？雨ですよ。雨だし、曇ってるし、霧出てるし、寒いし、まあ今ね、ザイオンの国立公園に来たんだけど、朝からずっと雨です。で、ザイオンは基本的にハイキングするなので、そうそうそう、で今日雨降ってるから半分ぐらいのトレッキングルートがもう今クローズしちゃってんだよね、危険ってことで。で、さっき聞いた話なんだけど、年間のね、降水量がね、12インチ。まあ、要はね、全然雨降らない場所なんだよ。雨ですよ、皆さん。雨です。逆に俺らね、運がいいかもしれない。なかなか雨の中、ザイオンに来れる人はいないっていうことでね、幸運の持ち主ということで、まあ、マインドセットの問題だからね。マインドセット、ね、常に楽しんで生きていきましょう。いや、そうだね。行こう。今ね、トレッキングスタートしたんだけど、めちゃめちゃ寒い。寒い。今ね、上下ヒートテック着てて、上はウルトラダウンと、あとこのレインジャケットみたいな着てるんだけど、それでも寒い。ただね、景色ね、バリクソ綺麗。すごくないこれ。これは両サイドにね、岩山みたいのがあって、その間にね、川が流れてて、それに沿ってトレッキングルートが引かれてるから、そこ今歩いてんだよね。で、もともとこれすごいのは、これ両サイドに山があるんだけど、岩山があるんだけど、数百万年かけてこの川が地面を削って削って、今のね、ここまでね、えぐったんだよ、土地を。すごくない？で、今も川に実はある。そう、リス。ふわふわの尻尾だな。今ね、先っぽまで来たね。ゴールだね。本当はここから川に入って、川を10マイルぐらいは歩けるらしい。川をね、トレッキング、なんていうんだろう、カワッキング。カワッキング、カワッキングできるんだよね、本当はね。で、雨降ってるのはね、ちょっと悪いことだけじゃなくて、いいこともあって、本来はね、多分ね、滝になってない部分も雨で増水してるから、滝がね、ところどころできてるところがあって、そこはね、まあ、ね、いいポイント。雨はね、悪いことだけじゃないですよ。ザイオンのね、国立公園の中はね、こういう風にシャトルバスが走ってるから、まあ、これに乗ってトレッキングのスポットからスポットに移動していくって感じ。ちなみにこのね、バスはね、10分に1本ぐらいの頻度で走ってる。ハロー、行きましょう。ちょっと今ね、道の外れにね、鹿さんがいるわ。めちゃめちゃリラックスしてる。すごいわ。今ね、ここに滝が流れてんだけど、滝のね、内側がね、すごいなんか自然の力でえぐられてる。カーブしてる。で、お水がいつも垂れてくる。あの、雨が降ってる時だけじゃなくて。で、ここで立っても普通にびしょびしょになる感じ。ね、すごいえぐれ方だよね。なんかクレーンでやったみたいな感じだけど、
人間の力は全く入ってない。でその感じだ。はい、ということで今最後ね、ちょっとシャトルバスでは来れないところだから自分たちのレンタカーで来たんだけど、ビューポイントにねちょっと行きます。ここのね岩場を登っていって、名前なんだっけ、キャニオンオーバーロックトレイル、頑張ってちょっと階段を登っていきます。今ねどん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 ビューポイントに向かって歩いてるんだけど、なんかねちゃんとした階段とかはなくて自然の岩でできた階段みたいな感じかな。そうだね、だからちょっと滑りやすいしちょっと危ない。でもいい感じ。でもねもはやまだビューポイントにもついてないんだけど、もうこの時点でねめちゃめちゃ綺麗。こんな感じ。すごい綺麗じゃない、うわおいやすごっ、あのなんか黒くなってる部分もうやばいでしょ、吸い込まれそうだよね、ここめちゃ吸い込まれそうってな感じでね、引き続きこんな感じの道をどん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 進んで、多分1キロぐらい歩くとビューポイントに行けるから、ちょっとねビューポイントに着いたらまた撮ろうと思います。あぶねえ、あぶねえ、おいパパ、あぶな、あぶねえ、今死ぬかと思った。多分ねちょうど今着いたね、あぶねえ、マジで不思議だわ、やば怖っ、下もやば、皆さんこの景色どうですか。もうめちゃ感動する、めちゃめちゃ綺麗じゃない、何時間いても飽きなそうな景色。まあね、でも寒い。ザイオンね、本当トレッキングとかハイキングとか好きな人ね、マジでおすすめ。そうだね、超気持ちいい。好きじゃなくてもまあそんなに長くないトレイルもいくつかあるから、そう1時間以内のトレイルも全然あるし、で長いやつは4時間とか5時間とかのやつも普通にあるので、まあ、自分のレベルに合わせてね、そうだね、楽しめる感じ、マジで楽しい、マジで綺麗、もう本当に見たことない、やばいよマジ、これなんてマジやばいよね。そう、ちなみにねこっちにフォーカスしすぎなんだけど、こっちのね裏側もねすごいんだよね、すごい普通に、なんか岩がねだんだんに削れててめちゃめちゃ綺麗なんで、ね、どこ見てももう本当めちゃめちゃ綺麗って感じ。そうってな感じでね、もう今日はねザイオン終わりで、ブライス県、そうっていう感じでね、動画を終わる前にいいねボタンとチャンネル登録よろしくね、お願いします。ということでまた次の動画で会いましょう、バイバイ、バイバイ。